チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのおやつタイム、ローソンにね、朝食買いに行ってたん。もうパンなかったから。で、買いに行って、帰りじゃない、ローソンでついでに買ってきたのが、ローソンといえば、唐揚げくん。はい、唐揚げくんの今、新フレーバー限定品、いきなりデカ唐揚げくん、ステーキソーサージ。いきなりステーキと、コラボ。いきなりステーキ監修。全都道府県出店達成しました。いきなりステーキとは、2013年12月5日、銀座4丁目に1号店をオープンして以来、たくさんのお客様にご支持いただき、順調にオープンを重ね、現在、国内だけで350店舗を超えるステーキチェーンです。食べた記憶が残る、記憶が記録に残る、肉マイレージカードや公式アプリの肉マネーが利用できて大変便利。いきなりステーキ。はい。あっちゃん、いきなりステーキに行ったことないんです、実は。はい。ということでね、どんなものか、いきなりステーキ行きたいんだけど、なかなか行かないんで。っていうか、お昼にね、食べる値段にしたらちょっと高い。で、夜いきなりステーキ行くことってないんよね、あんまりね。だから結局食べることがなくて、いつか食べようもんだけどね、イオンモールに入ってんだけど、6個いいや。1人1個か。つまやじ入ってる。つまやじ取って。聞いてないの？つまやじ取って。なんで？はい、では、食べましょう。なんでこのつまやじ使うの？いや、量、まあ、寝てるから、ね、量にも見えない。2個置いといてあげよう。いただきます。あ、おいしい。こんなソースなんや。おいしいね。起きたわ。食べる？いきなりステーキ食べる？唐揚げくん。また入れた。唐揚げくん5個入りやん。これ6個入りやん。何してんの？いや、めっちゃ下のやつ取る。美味しい美味しい。ちょっと大きいね。これ268円。あれ、いきなりでか唐揚げくん5個入りって書いてあるのに6個入っとったの？まあいいけど、お得でした。お得なんかどうか知らんけど、ほんまに5個入りか、6個入りじゃん。これみんな箱大きいのにね。うん、おいしい。前回言ったら言っとってん。買う思ったらお金足らんかったって。あれ900、全部足すと1000円超えた。お財布の中に1000円札しか入れてなくて買えへんかって。だから今回ね、余裕があったから買ってきた。商品今、まあ、そう言ったらローソンで、ね、欅坂がなんかあれしとったね、コラボしとったね。あ、唐揚げくん各種今増量中やて、12月4日から10日まで1個増量セールやって。よかったよかった、お得ない時に行ったんや。216円、普通まで。いきなりステーキは、いきなりステーキもやっぱ入るんじゃないかして、増量セールやったんや。唐揚げくん、いきなりステーキとコラボ、数量限定、12月4日から発売。ガーリックの効いた醤油ベースのソース、
これはぜひ、これはぜひいきなりステーキにも食べに行かんとあかんね。12月4日から発売、268円税込み、ね、今つまり10日までかな、ね、増量フェアやってんねん。はい、どこに書いてあったのかな。12月10日まで、来週の月曜日まで1個増量中、6個なんでお得なんで、ぜひぜひあの唐揚げくん食べに行ってください。うん、嬉しい、うん、これはいきなりステーキを食べないとね。結構ソース、うん、醤油ベースのガーリックはね、うん、ほんのり香りがして美味しい、うん、やっぱり醤油とニンニクは間違いないね。いきなりステーキ食べに行きたいな、はい、ということで、ピーって言った。うわ、びっくりした。欅坂のページが開いた。なんかオリジナルファイルがもらえるんでやってたわ。うん、対象のお菓子3個で、ね、クリアファイルがもらえますって。 B5 かな、なんかちょっとちっこかったけどね。うん、欅坂ファンの人ぜひローソン行ってみてください。はい、ということで、と今日のあっちゃんちのおやつタイム、唐揚げくんいきなりステーキ味食べてみました、ね、美味しかったです。268円。ちょっと上に置いといてあげよう。どこに刺したいんだ。ん？どうやって2つ抜くか分からへん。まあいいや。ローソンにテープで貼ってあったんや。はい、ということで、いきなりステーキ味食べてみました。美味しかったです。いきなりステーキのね、本物を食べてみたいあっちゃんです。はい、いつか、ね、行ってきます。イオンモールにあるね。イオンモール柏原にあるし、イオンモール郡山の手前の左側にもあるしね。奈良県、あっちゃんしては2店舗あるんだけどね。また、食べに行きたいと思います。はい、口の中がね、ガーリック醤油の香りですごく香ばしい、うん、めちゃくちゃ美味しいよ、うん、それぐらいで十分。ガリック香ばしいな、うん、なんかね、うん、なんて言うんだろう、うん、美味しい。これが、まあ、唐揚げくんやからやけど、ステーキ、お肉になるとお肉の油とね、やっぱ鉄板で焼けた香りがするとかなり美味しいんちゃうかなと思う、うん。いきなりステーキ、いきなりステーキを調べよう。結構ね、あの食べた、食べて美味しかったよっていう人もいてて、視聴者さんも結構いて、あっちゃん食べ行ったらってよく言ってくれるんだけどね、まだ行ったことない。しょうもないね。あ、ナバリもできるんや。んー、ナバリが12月7日7日、今日やん。今日は明日、明日はオープンなんや。どこでできんやろナバリ店。場所が分からないところ。ケース電気じゃないかな。マルハン名張駐車場内。名張店、マルハン新名張店。マルハン新名張店ってどこや。ちょっと調べる。名張りの近かったりするからね。マルハン、ピンポイントが立たへんねん。ちょっと調べようかな。マルハン新名張り店、ここだ。
ここ？あ、ナフコの横か。あ、いきなりステーキって書いてあるわ。はい、わかったわかった。そこか。え、行こうかな、また。行こうか。ん？でも、あ、これでもいいけどな。あの、イオンモールで十分やけどな。行こうか。ちゃうな。ナバリもね、結構、あーちゃんち言われたら、柏原君と変わらんぐらいでいけるからね。うん、行こうかな、そこか、奈良県、あ、結構ある。4店舗もある。郡山店。これが、あ、イオンモール郡山にもあるんや。で、郡山の道沿いのとこにもあんねや。で、イオンモール柏原いつまちゃんいるとこね、3階のとこにあんねんけど、これと、ヒルステップ生駒って、生駒にもあんねんね。へぇ、知らんかった。行きたいね。ただね、値段がね、300g でリブロース2000円。昼食べるにはちょっと高い。てか、昼間にステーキは贅沢すぎるよね。ワイルドステーキ 200g で1130円。あ、それぐらいやったらいいか。ねえ、美味しそうやな。こんなん見たら食べたくなるな。ランチ限定カットステーキ。サーロインで 200g 1600円。そこにランチセット、サラダとスープとセットで400円。おお。って感じやね。でも美味しそうやな、行きたいな。うん、まあそんなこんなでね、肉大好きあっちゃん、また、いろんなところ行ってきます。はい、ということでね、今日のあっちゃんのおやつタイム、唐揚げくんのいきなりステーキコラボを食べてみました。美味しかったです。ということで、これを食べるとね、いきなりステーキがほんま食べたくなってきたんで、もしかしたらちょっと贅沢かもしれないけど、お昼にいきなりステーキ行ってこようかな。もちろん子供連れて行ってもいいんだけどね、夜にいきなりステーキ行けたらいいな。うん、そうしようかな。まだ子供と一緒に食べたらね、いいしね。でも子供と一緒にまた、また行ってきます。そうか、あっちゃん一人で行ってきます。はい、わかんない。子供めんどくさいって言うしね。上があんまお肉好きじゃないとか言うし、下は下で、あの、タンが食べたいっていうね。だったら、子供連れてね、またタンと、焼くお肉がある、ステーキ屋さん、杉屋さんとか、鉄板焼き屋さん連れて行ってもいいしね。また、あっちゃんだけ、いきなりステーキ食べていくかもしれない。まあ、子供と話した都合で行ってきます。はい、ということで、またいきなりステーキの、レビューしまーす。今日のあっちゃんの、ローソン、いきなりデカ唐揚げくん、いきなりステーキ、ステーキソース味の紹介、よかったよと思ってくれた高評価を、で応援コメント、チャンネル登録して見てくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。